ポケモン公式が殺すというワードを使っていた件、見た目が可愛いから騙されそうだけど、ゴーストタイプって実はめちゃくちゃ怖いし、なんなら殺すって明確に言ってるものもあるから紹介します。僕例、ポケモン XY から登場した切り株ポケモン。子供の声を真似、人を森の奥へ迷い込ませる。自分の仲間にするつもりなのだ。やり方がちゃんとしたホラーすぎて怖すぎ。誘い込まれて命を落とした子供が次の僕例になるらしい。不安定。ポケモンダイパから登場した風船ポケモン。風船と間違えて、不安定を持っていた小さな子供が消えてしまうことがあるという。風船の姿で子供を明確に狙ってるのが怖い。連れて行かれる子供の姿が想像しやすいのもゾッとする。プルリル。ポケモンブラックホワイトから登場した冬ポケモン。レールのような手足を巻きつけ痺れさせると8000メートルの深海に連れ込んで殺すのだ。え？殺すの？ポケモンって死に関するこういう直接的な表現を避けてる感あったから、最初にこの図鑑説明を見た時はびっくりした。こんなん海の中で出会ったら漏らすわ。他にも怖いポケモンがいたらコメントで教えて。